24日に都内で行われたプロ野球ドラフト会議サポーテッド B リポビタンデーで、で境内の清原翔吾内野手は指名漏れとなった。NPB 通算525本塁打を誇る清原和博氏の長男、話題性10分の女王、計り知れない可能性を秘めた清原ジュニア、の名が呼ばれなかったのはなぜか。現役時代に中日、巨人、西部で強打の捕手として活躍し、 境大の外部コーチとして清原を4年間指導してきた中尾隆義氏が語る。画像、まさかの結果に、清原ジュニアは、土下座、で懇願。中学時代はバレーボール部、高校時代はアメリカンフットボール部に所属した清原。小学生時代に軟式でプレーして以来6年間のブランクを経て、境大進学後に初めて本格的に公式野球に取り組んだ。それでいて、 今年の東京六大学春季リーグからは4番に定着。打撃面の成長ぶりは著しい。それでも指名されなかった要因について、まず中尾氏は、まず、ファーストしか守れないこと。足は結構速く、外野守備に挑戦したこともありましたが、後ろへの打球への対応がうまくなかったですから、と指摘する。言うまでもなく、 プロでファーストは打線の主軸を担う選手が守ることが多く、外国人選手が当てられるケースも多い。よほどの強打者でなければ、レギュラーの座を獲得できないポジションである。さらに打撃面に対しても、ホームランを打てるパワーはありますが、現時点では、キレのある内角の速球への対応、ストライクからボールになる変化球の見極めに課題がある、という。中尾氏には現役引退後、 2008年から16年まで9年間、阪神のスカウトを務めた経験もある。清原には技術的にまだまだ伸びる可能性があると思いますが、スカウトの目から見た場合、アマチュアで実績を残した他の選手に比べると、その可能性が高いとは評価されなかったのだと思います。話題性は十分ですが、だからこそ、各球団は清原を、キエロ、にはしたくないと考えたと思います。 と三つ目の要因を推察する。社会人野球に進めば最短2年後に指名対象。独立リーグなら来年指名の可能性もドラフトで指名されなかった清原がどんな進路を選択するのかは現時点で不明。中尾氏は特に打撃には技術的にまだまだ伸びしろがあると思います。もし本人にやる気があるなら来年以降。 独立リーグや社会人のクラブチームなどで可能性を探るのも一つのどうでしょうと指摘する。本人が夢を捨てきれないならやるべきだとも思います。若い時